データカード出すアイカツ2015シリーズは新テーマロマンスストーリーが登場。たくさんのおとぎ話をモチーフにしたロマンスドレスが勢ぞろい。第1弾で登場する白鳥の湖をモチーフにしたスワンダンス、可憐な白鳥のオデット、妖艶な黒鳥のオディール、そして王子様のジークフリートをイメージしたコーデ。こちらは白雪姫をモチーフにしたアップルフォレスト。白雪姫や小人をイメージしたドレス、とっても可愛い。コーデにアクセサリーもつけると特別なオーラを出せちゃう。おとぎ話の主人公気分でロマンスフィーバーを決めちゃおう。ユニットメンバーみんなでコーデを揃えたら特別なアピールが出せちゃうよ。ロマンスドレスでもっと素敵にセルフプロデュース、プレミアムドリーミングハート、カードでアイドル活動、アイカツキャンペーン。ドレスでナイトメアパーティーに参加しよう。トリックオアトリート。